ルミナス神戸にとは、神戸港中特定から出港する旅客船、日本最大のレストラン船、ファーストパシフィックキャピタル有限会社により運航されている。以前はルミナスクルーズ株式会社により運航されていた。1987年に就航した日本最初のレストラン船の一つとされるルミナス神戸の大船として、 三菱重工業神戸造船所で建造され1994年に就航した。総トン数3900トン、旅客定員750名だった全船から、総トン数4778トン、旅客定員1000名と一回り大きな船体となった。外観、内装ともに、フランス客船のルマンディをイメージしたデザインとなっている。 2018年の自然災害による運行中止に加え、2020年1月以降は、新型コロナウイルスの感染拡大の余波で、キャンセルが相次いでいたことにより、ルミナスクルーズは、神戸地方裁判所に民事再生法を申請、2020年3月2日に受理された。当選は一時運行休止となり、代替として、同行で同じくクルーズ船、コンチェルトを運行する。 神戸クルーザーの親会社が支援を表明。ルミナスに予約し前払いをしている顧客にはコンチェルトがサービスを代行する。ルミナス神戸2の運行は2020年8月にルミナスクルーズから神戸クルーザーの筆頭株主であるファーストパシフィックキャピタルへ譲渡された。ファーストパシフィックキャピタルは2020年12月の運行再開を目指すとしている。旧運行会社であった ルミナスクルーズは同年9月23日に神戸地方裁判所から民事再生手続き廃止決定を受け、同年10月20日に破産手続き開始決定を受けた。ありがとうございます。